ウッソもおりんです。さあ今回もティアキン続き、この最果ての島攻略ね、チューリーと一緒にやっていこうかな思います。よろしくねチューリー。はーい、というわけで、今回のミッションとしてはこちら、探せ海賊のアジト。ここで討伐隊のゴマナンに出会って、海賊のアジトを生産に来たというが、島内にある3つの魔物の拠点のせいで調査が進まないらしい。ということで、まずはね、その魔物の根城をぶっ潰そうということでございますね。いやー、すごい、ほらバナナもなってるしさ。常夏の島っていいよなーマジで。剣草、料理に使うと攻撃力が増える効果が発揮される。はーい、わかりました。とで、これ壊れるん？これ壊れへんの？剣やったら切れるみたいな、ない？ほら、あ、無理か。え？あ、すごい、草切れる。マジか。あ、すご。え、ゼルダとかさ、このティアキンに関しては切れへんもんやと思ってたけど。でも切っても金出えへんな。うん、なんで切ったら金出んのかよう知らんけどさ。そもそも。で、魔物の群れ、来ましたよ。はい、登りまーす。はい、こんにちは。お邪魔しまーす。ちょっとね、調査したいんで、死んでください、死んでください。よっしゃあ。うわ、あいつ遠いぞ。ちょっと上行くか。ういうい。あれ、あ、敵いるな、敵いるな。行きます。いた。ぐる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 。やばい、危ない。ここはこれでワンパンか。ワンパンだな。ナイスナイス。で、あとは上か。いや、そんな数おらんな、魔物。あれ？あと半分あんねんけどな。ほら、こいつがボスか。あ、こいつがボスだな。ほらー、シャードだ。黒ボゴブリン。なにこれ？霜、あられ、氷。氷吐きリザルエッジ、耐久アップ大。へえ、すご。でもついてんのが木の棒なんよな。それが木の棒じゃなければもっと攻撃力が高いのに。もったいねえ。で、おそらく、次あれだな。あのドクロのマークのとこ。霊気の実はいただくぜ。うい。それ以外は特にないのか。これなんだ？沼やん。池やと思ったら沼やねんけど。なんやねんそれ。びっくりしたわ。じゃあそこ、その真上に飛び降りたらどうなるん？これ。これコログは、あー、コログや。あかん、沈む沈む。お前出られへんなったんか。お前泥まみれやん。抹茶色になってるやん。汚っ。体洗いや。はい、まだねー。やばいやばいやばい。あー、無理だ、出れねー。おい、そこで復活さすな。ここで復活したら出れへんやんけ。ちょ、それ貸してくれへん、コログ。俺もそのタケコプター欲しいんやけど。俺も飛べへんかな。はい。わ、なんだこれ。すげえ牛が嫌がる。逃げるな。肉をよこせ。そこ危ないよ。降りれないよ。はい。上獣肉。いいね。焼肉したくなってきたな。なんだ？ゾナウギアか。バネが2つあると。まあまあ、上登るのバネで使ったら楽よねっていう。それだけのことかな。おい、待てこれ。よっしゃー。これ絶対一発で仕留めれんのかな。そんな気すんな。あ、これ切れるぞ。これ切ったらめっちゃ長いんちゃう？どう？おー、え、歪んでる木。うわ、これ使いにくいな。さすがに歪んでんのはいらんな。よいしょ。はい、上来ましたけど。はいはい、たくさんいらっしゃいますね。じゃあちょっとサファイアの杖で、ちょっと一旦黙ってもらおうか。すいません。静まりたまえ。あ、あ、あ、これが最強なんよ。そしてボルダハンマーで全てを砕いて回るのだ。すげえ、強すぎる。まだいるん？あ、なにこれ。あ、雷の実ちゃう。雷の実や。よいしょよいしょ、まだいいんだな。危ない。
で、ここなんかあるんですかーと。翼と爆弾と宝箱かな。はい、風切りブーメラン。まあちょっとこれはいらんかな。うん、そんな珍しいもんないな。で、最後があそこなんで、ちょっと空爆でも仕掛けるか。はい、できた。空爆機ということでね、そこにあったこのタイマー爆弾、これをケツに2つつけて、これ上に飛んでいって、そのまま墜落してね、これ飛行機ごと落としたろうかな思います。これで壊滅できるっしょ。いけやこらなんか想像してたとちゃうんやけど。はい、普通に来たよー、リングさん来たよーって。君たちの命もここで終了だ。まだこれ入るとこあんのか。こっちか。お邪魔しますー。すいませーん。あとボスって言ってもあれやな、巨大なやついいひんな。はい、ちょ、取らないでください武器ね、ずるいんで。届かへんな。まあいいや、とりあえずこのデカブスだけさっきやっとくか。うるるるるるるるうるる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 やばい、あぶねえ。よし、あとはもうゴミカスだけなんで。うれうれ。よし、あとは上のやつを弱点で縛っていきたいが。はいはいはい、オッケー。あ、まだ一匹いるぞ、あんなところに。はい、終わりでーす見てやこれ、木の棒にキノコつけてんねんけど、つけたんちゃうんかこれ、生えてきたんかな。はーい、お待たせー、全部片付けてきたよー。島が静かになった気がするんだが、もしかして。そうですよ、壊滅させてきました。実はさ、ついさっき海賊船が帰ってくるのを見たんだよ。え、どっから。けど島の裏手に回り込んだと思ったら姿を消しちまってさ。あー、そこに入り口があるのね。秘密のアジトがあって海賊たちはそこにいるのか。それならアジトを探し出して偵察と言わず退治するのが討伐隊の本分だが、一匹や二匹じゃないだろうしな。よし、任しとけ、俺がぶっ殺してきてやるぜ。お、これか、ここだな。おお、すげえ、海賊船だ。ちょっと一旦上登ろう。ゴブリンたちかな普通に。あ、でもゴブリンたちだな。発見、最果ての島の洞窟。よし、じゃあ勝ち込みといこうじゃないか。ほら、呼ぶんじゃねえ仲間を。うわ、上めっちゃいる。ちょ待って、よじ登るわ。うれえ、仕掛ける仕掛ける、この海賊船落とせ。賞金首誰じゃ、こいつだ、こいつ賞金首だな。まずは氷な。さ、お前この船降りろ。あ、くそ、こいつ落ちねえのか。なんてこった、ちょ待って、どうにかして落としたいんやけど、どうしたらいいですか。じゃあ翼をですね、ここに置きまして、はい、でちょっとこっち来てもらって、よし、お前船降りろよーし、一気に半分減った、ラッキー、我最強。いやー、逃げるなこら。おら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 、ああおら、俺がこの国でこの海でいっちゃん強い男だ。あとは上だけだな、任しとけって。うれうれうれ、あ、ほこらがあるな、ほこらあるだけかな。はい、よし、しっかりと目を狙うとワンパンでやる。あ、ナイスチューリー。あと一匹どこだ。あ、こいつか気づいてすらないよ、お前攻め誰もいいヒンテ、もうあとお前だけやから。ほら、よーし、それじゃあ一番奥の祠だけやっとくか。さっき
いた、なに、なになに。うわ、す、トゲまみれなんですけど、なにそれ。なんでそんなとこにトゲが。待てよ。これジャンプじゃ無理系。だー、ジャンプじゃ無理だー。この上から、ん、この上からパラセールで行けば、ほっ、よし、いけるね。マヤリーナの祠。あ、すごい、ステーキいっぱいある。お供え物か。ういトッパーズ、あざっす。あ、ここはあれか、ボーナスポイントか。結構ボーナス多いね。はい、お待たせ。この島の生命体は全て滅ぼしてきました。うん、祠があっただけやったよ。しかも船の海賊もあんたが倒したって。まるで一人討伐隊じゃねえか。で、一人やったら隊じゃないな。討伐隊のくせにビビってばっかりだった俺も、おかげでもうビビらずに済むぜ。そうだ、体を張ってくれたんだにお礼もしないってのはいけねえよな。なんだ。え、ライネルってあれやん、俺がこの前負けたさ。武器でつけると攻撃力がそこそこ上がる。虫と煮込んで薬の材料にすることもできる。え、煮込むわけないじゃないですか。いや、ほんまにビビった。へぇ。ありがとう。じゃあね。さあ、ちゅうわけで、ちょっとね、もう一個気になってんのがあってさ、確か昔、ほら、これ。ネルドラの角。これね、武器につけると攻撃力がすごく上がるって書いてんのよ。でも26なんな。でもこっちは、そこそこ上がるやのに33なんよ。つまり、これ実は26じゃないんじゃないかなって。だからなんかにつけてみようよ。せっかくやしね。じゃあ、この剣がいいかな。ズナニウムの強体剣。強体剣いこう。はい。元の攻撃力は10ね。よし。これに、ネルドラの角を、はい。うわ、明るい。スカラビルドします。どうだ？あれ？ほんまに26やん。おお、おお、かっけえ、なにこれ。氷の剣確かに初めてかも。これはじゃあ、これ。これもつけてみようぜ。これ逆に縦でいくか。はい。おお、多分これ当たった敵を凍らすみたいな。そんな気すんな。よし。じゃあここの深穴行ってみようよ。これ地上と同じ形やとしたら、ここもね、危ない。ここも多分孤島になってると思うねんな。どこや、地面がわからん。ちょっと一旦明かり花するな。さすがにそこがわからんから。ここが。周りは、周り何もないのか。いや、なんかあんま見たことない植物生えてる気がすんねんけど。こんなん今まであったっけ。旅人の剣。ね、これ欲しい、これ欲しい。はい、これだけ取っといて。ねえ、ないんかな。上は多分、ないから。あ？なんだ？怪しい。今や大量にあるから、無駄遣いしていきまーす。あ？あ！これあれじゃね？これあれだ。あれよ。もうね、なんか出てこーへん言葉が。あれあれあれ。いや、ほんまにあれなんやって。え？いや、違う。あれじゃなかったわ、みんな。いや、これやと思って、ゾナエネルギーの結晶作るとこ。闘技場、何？あ、宝箱だ。え、しかも、ねえないやん。なんで？なんでねえないの？上とかはいけへんねやろ？ねえないと俺暗いんやけど。暗いとこ嫌ですけど。すいません。あ、なにこれ？なんか観客いるんやけど。観客見てる。みんなお前、こら。あかんか。え、何がいるんこれ。何もいいひんの？お。あれ？何もいねえじゃん。
なんだよ、承知抜きだぜ。はっ、えっ、あ、雑魚じゃん、ビビらせんなよ。闘技場っていうからもっとやべえやつかと思ったぜ。よし、じゃあこれで早速作ったあれ使おうぜ。ネルドラブレード、フレイヤー、いいね、いやー、よし、ドナニウムもしっかり回収するよ。で、凍るかな。うわー、すげえ凍る。マジ氷武器最強やからな、このゲーム。あ、次そっちね、任せな。危ない危ない、次お前。はい、長すぎる。何あれ何あれ、あの武器何それやばいやろ、長さ。欲しい、よこせ。ほらほら、何これ。ちょ待て待て待て、もう武器満パンなんよな。これいらんわ、じゃあ。これいらん。で、兵士の槍付き槍。あー、槍に槍をスクラビルドしてるんや。なるほどな。両手剣付き両手剣。いった。やっぱ、来い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 。これすごいリーチやから。こいつらリーチやばいな。でも攻撃力8か。危ない危ない、死ぬ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 。そんなに強くないな。あ、正気のダメージは回復しません。やべ、正気か俺今。やばいやばい。まあ多分これ、まあ多分これ最後やから凍らしとくわ。よし、で、粉砕粉砕、よーし。え、まだいるん。最後や最後、これも凍らそう。ほら、よし、凍らして、叩きつけのためさん攻撃。やばい、強いぞこいつ。これでいくか。ネルドラブレードやったら常凍るんちゃう。ほら常凍る。いいぞいいぞいいぞ、常凍らしていけ。あかん、ネルドラさんなんかパワーない言うてんねんけど。なんでネルドラさんパワーせえな。嘘だ。ほらほらほら、よっしゃ、まだいるん。嘘やん、これ何。しびれハゼ剣、しびれハゼ剣欲しい。俺の知らん武器いっぱいある、これ。で、とりあえずこれ氷の武器持っててよかったな。よしよしよし、で、うらうらうら、よし、ナイスナイスナイス。で、こいつが、だってこいつ厄介やから、これから潰すわ。よし、で、こう。うわ、ボルダハンマー壊れんのか。壊れんのはもったいないな。ほらほら、やばい、壊れた。じゃあ燃やして、燃やして継続ダメージ、オッケー。熱い熱い言うてて、はい、待てよ、なんかなんかない。燃やす、はい。あ、外しちゃった、来ないで。マジもう死ぬから俺。よし、爆弾バナだ、うれ。もう一回、うれ。もう一回か、あと一回でいける、うれ。あ、もうなんで外すねん、そこで。もうええわ、もうええ、氷な。よし、そして粉砕。あ、死んだ。ナイス、全部やってやったぜ。あれ、でも倒したから、なんていうの、ん、白銀ボゴブリンの角。え、めっちゃ攻撃力上がるやん。すげえ、あいつ白銀って言うんや。すごいすごいすごい。まあ、倒したらさ、目出るんかなと思ってんけど、そうでもないっぽいな。あ、白銀ボコブリの角や。うわ、これめっちゃ装備強なるで、俺。いいんですか逆に。そんな強くなって。はい。激レア来い。あ、ミドナ、マジで。あ、じゃあここあれだ。多分どっかに地図があったんだ。うわ、ミドナさん、ナッツ。これなんかな、正気ガードやって。ちょっとダサいな。うん、ちょっとダサいな。え、ミドナこんなんやった？もうちょっとミドナの冠ちっちゃかった気すんねんけど。
どう思う？チューリこれ。におてる？どう？あ、そんなにやって。まあ、地下に潜るときはこれをつけるみたいな感じかな。てか、防御力高いな。7やって。最強装備じゃん？そして、この上に行くと。はい。あ、上道あるぞ。なんだ、上道あるな。あ、あ、目もある、目もある。あれ？じゃあここ島じゃないんか？これフォゴフリンやな。島じゃないのか。てっきり地上と同じ形してると思ってんけど、違うっぽいな。で、このタワーの上登ったら多分ね、あれ、アジト行くんすよ、イーガダンの。前の感じで言うと。ナイリアマのね。だから、まだ行ってないイーガダンのアジトに、地下から行ったらどうなるんだろうっていう。あ、孤島やった。はい。やっぱり孤島でした。よし。じゃあちょっと、イーガダンのアジトお邪魔してみるか。ね。うわ、イーガダン地下から建築してんねんな。すごいな。ほ。ほら、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 ほら。同じだ、やっぱり。あ、なに？あ、カエルさんか。カエルさん、ちょっとこれね、ゾナニウムいっぱいくれるんで、ちょっと全部死んでもらおっか。はい、ありがとうね、いつも。よし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 。で、ここを通れるしますよと。いけ！どんな反応すんねやろ。長いなぁ。え？誰？最果ての島、あれ？そうか、最果ての島上でんのか。すいません。どちらさんですか？フクロウみたいな顔してんな。冒険に来てます。このような辺境の島にまで来るとは、我が輩は空を飛ぶ研究をしている学者である。研究にぴったりの場所を探していたところ、このミモジ君に出会ってね。彼に協力してもらってこの島まで来たんだな。翼がないのに空を飛ぼうだなんて、物好きな人もいたもんだと興味を持ってね。何してるん？これで空飛びたいんやろ、自分。はい。研究のために翼に乗って目的地まで飛んでみている。なるほどね。どこ行ったらいいの、ほんで。ああ、うん。全然やりますけど。ん？なんで？なんで手伝う側やのに金払わなんかね。お前、払えや、逆に。はあ、意味わからん。あ、ミニゲームか、これ。ほら、ミニゲームだ。ああ、なるほど。全部人任せ。空を飛んでほしい。で、円の中心がゴール。できるだけ円の中心近くに降りてほしいな。はあ、なるほど、なるほど。よし。じゃあ行こう。鳥人間コンテスト、行きまーす。ぐーん、イヤッホー。もうちょっと上かな。割とね、でもまっすぐ、こう真ん中にいたら、普通に飛び寄るんですよ、こいつ。ね。そのままふわふわーって言ってくれるんで、最後の最後で微調整しようと。もうちょっとやな。ちょっと右行く？はい、ちょっと右行って。あ、結構右行くな、これ。そろそろか？そろそろか？そろそろだな。行けー！行ってまうんかーい！うますぎてすまん。なんもおもろないの。もう全然ちゃうとこ行ったってよかったか。わざと。失敗しようないわ、こんなん。ああ、ほんま。失敗してるやつ全員嘘やで、みんな。全員わざとやってるから。な。え？中心まで6メートル？うん。え、あれ中心じゃないの？あ、100ルピーや、やった。ああ、ここで無限に金稼げんちゃう？じゃあもう一回やろう、もう一回やろう。ああ、20円が100円になる。ああ、
錬金術や。どうせやったらもう1メートル以内までビタビタに寄せたろか。まあ、正直真ん中に入ったらいいと思ったからさ、最後適当にやっちゃったよね。ああ。はい。もう一回いきまーす。ギュー。いや、中今日滑る。よし、これいいぞ、これいいぞ。これいいぞ、これいいぞ。中心来てるぞ。はい。待って、ちょっとこれ外れてる。ちょっと待って、ちょっと板戻りまーす。バックしまーす、バックしまーす。はい。ちょっとだけやり直させてくださいね。すいませんね。やばいやばい。いけ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 。はい。これどう？ 4.5？ え、4.5 か。そんなんある？ほんま？バチバチ真ん中やったやろ、今の。ちょっと疑惑の判定しちゃう？うん。何ぼくれるん？え、100ルーピーや。え、ガチで金稼げんじゃん。多分記録更新するたびに、お金もらえるんかな。え、じゃあどんどんきつくなってるぞ。どうしよう。ここら辺から下にちょっと右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 、あーもう全然ちゃう全然ちゃう。はい、バックバックバックおらーいバックおらーい。はい、真下真下真下、そうそうそう真下、ま、行き過ぎ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 やわそれ。ごめんなごめんな、ちょっと待って、もうちょっと戻るな。はい、もうちょっと戻りまーす。うーん、はい、でケツ乗るわ。ケツ乗ってふわーっといって、一回ふわーっといって、ここ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 、はい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 、あー違う違う違う、ん ?1.3? 10.2? なんで？あ、それでも50ルピーやって、マジでお金稼げんな。ええんちゃうこれ、ええんちゃう、ど真ん中中心来てるでこれ。はい、いけ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 、来た来た、よいしょ、おー 2.5 新記録。ええんちゃう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 、おー 2m。 見づら、なんやこれ、え、どこ、え、全然見えへんねんけど。劣悪やって環境が。結構もう早めに、結構早めに降りちゃう。あー、5m。え、なんで 5m なん？ 2m と一緒や。はい、ちょっとこいつうさんくさいんで、この辺にしとこうかなと思いまーす。さあ、続いて、ここの眺望台ですね。マップ的には、はい、ここになるわけなんですけど、まあ今日行けるかな、どうかな。まあ最果ての島攻略した段階ですごい尺いい感じやと思うから、まあまあ眺望台近くに行って終わりぐらいになるかなと思いますね。あ、ここらへんやって終わるか。ここらへんマジでね、マップ、あのワープ地点全然ないから、ここらへんやって終わりでもいいな。あ、なんや、村があるぞ。こんな、え、これ何村？あ、名もなき村やな。うん、果ての村。あー、なんか聞いたことある気するちゃう？いやー、なんかマジで聞いたことある気すんねんけどな。まあ、ちょっと崖上なんでね、ここだけさっきやっとくわ。いー、よいしょ、ぴったりー。残味かかな、ほこら。あー、ほこらは全部で200種類あんねん、言うてな。そりゃあんみかな。すくう形。お、あ、んー、なんじゃこれ。たぶん上から弾降ってくるんちゃう？お、うわ、何これ？これや、あの、ガラポンじゃなくてさ、抽選機の1から80番ぐらいまで入ってるさ、あれやろ？へえ、うわ、懐かしい、もうな、10年近く見てないんちゃう？昔なんかさ、抽選会とかお遊戯会かなんか知らんけど、そういうとこで、何番何番言うて、なあ、あったな。これちゃうやろ？すくう形を作れって言ってんのか。
なるほど、じゃあ UFO キャッチャーだな。任せろ、 UFO キャッチャーなら死ぬほどやっている。誰でも取れる超激ヤマ設定の UFO キャッチャー、ご覧に見せましょう。だからこれ逆だな、こうだな。あの100円で2、3回プレイできるさ、あのお菓子のタイプだな、きっと。これちょっと長い、これ引っかかる気すんな。もうちょっと前らへんにつけるか。うん、前らへんにつけます。これで救いや微妙かな、救いにくい気すんな。で電気をつなげたいんですけど、これ鉄板やな、鉄板なんで、これを間に置いた。はい、どうだ、机。いやこれがいらん、これがいらん。どう、すごい。あーなんか外れた。あーそれは違うやんか、そこ外れたらしゃあないやん。そこ外れたらあかんわ。ちょっと待て待て待て、スクワンでええやん別に、スクワンでスクワンで、こう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 くっつけていけ、イカ様イカ様、インチキでーす。よし、これで向こう帰ってくるから、急げ、間に合え間に合え間に合え、よしよし、これでええんか。待って、帰っておいで帰っておいで、よーし、どんな問題。はい、これで終わり。あ、これで終わりやな、やったぜー。じゃあ最後果ての村にね、ちょっとご挨拶だけして終わろうかなーということで。うわー、なんかオンラインゲームの家みたい。お邪魔しまーす。あ、お店ですかこれ。宿屋か。佐護野の服を着ろ。佐護野誰や。いや泊まりはしないんですけど、なんか、うわすごいな、あこういうマイハウス建てたいよな、どうせやったら。もうすぐお金も貯まるからさ、たまり次第マイハウス建てに行きたい。ラクダがいて、お玉があって、なんか変わったもんないか。果ての学校、果ての学校だって。あ、これでも取れんちゃう俺。あ、そこ道徳しっかりしてるんや、リンク。リンクとか道徳心のかけらもないと思ってたのに。なんで人の家入ってさ、勝手に壺割んのにさ、なんで木の実取んのはあかんねやろな。すいませーん。みんな勉強してますか。ってこれあれやな、マイハウスで建てる、えのき田さんとこのあれや。あ、寝てるやん。夜やからか。はい、起き。え、リンクさん。うん。では、ゼルダ様も。いや、ゼルダ様はいないんですよね。まだ行方が知れないのですね。ここはゼルダ様が作られた学校。へぇ。テーマは、薬剤と共に歩んだハイエラルの歴史。よかったら見学していきませんか。朝からお昼頃までですので。はあ、なるほど。でちょっとお昼まで待ってみよっか。あんた早起きや、学校やで。もう何時や思てんの。はよ朝ごはん食べて早行き。おさんといてもらえる。あともう一つすんのやめようか。はい、おはよう、遅刻するで。はい、おはようね、さとみちゃんもね。おはよう。遅刻するで、一番乗りちゃうで、ほんで。どう見ても二番乗りやからな。ちゃんと前見や。はい、おはよう。今日授業ね、今日保健体育やから。うん。筆記用具忘れないや。はい、おはよう。せいで遅刻したら、首跳ねるで。な。ほら、走って走って、ほら。歩いてんの見えたよ、今。うん、学校集合。はい、急いで急いで。ここで全員かな。うん、ここで全員っぽいね。よし、はい。授業何してはるんですか。
うん、薬剤を知ることが重要だと。俺も授業聞けんの？え、ちょっと俺も席用意してよ。なあ、俺の椅子ないんやけど。じゃあ僕ここで聞きますね。はい、リンコお兄さんも一緒に聞きます。ほんならお願いします。俺聞かせてくんないんだけど。なんで？はい、というわけで今日はこの辺にしておこうかなと思います。次回はこの行ったことのない下の部分ですね。ここの眺望台行って、まずは天空から見ていければなと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。